いね。そうなんです。この奥まで入れてくれるとこなかなかなかったんじゃない。ないです。あの、入りませんってギブアップされます。ギブアップしないよ。ネバーギブアップ。はい。もうちょっと言えば。でもこれぐらいが今限界だよね、受けれるのね。うん、呼吸しんどい。大丈夫です。気持ちいいです。はい。
ってるんです。でも気持ちいいんですよ。うん。はい、では上向いて休みましょう。あ、じゃあ、ね、ちょっとね、背中触りますよ。はい。そうすると、ほら、今柔らかいの分かりますか？うん、分かります。というのが当店の読むんです、世代。なるほど。はい、上向き。では、起き上がってください。以上でございます。うわ、痛かった。痛かった。あ、でもどうですか？てか、もうふくらはぎが筋肉痛になってるですよね、うん、で今ね、終わった後ってどんな感じかって言ったら、髪の毛をきれいにカットして整えた状態、うん、このスタイリングずっとキープできますかって言われてもできないよね。体も一緒なんですね。全然コリがなくなってる。コリがなくなってるの分かります。うん、なんでこの状態をキープしようと思ったら1ヶ月ぐらいまではまあまあキープできるけど、やっぱりそれぐらいから髪の毛もちょっと気になりだすじゃないですか。うん、その感じと一緒ですね。わかりました。はい、なので一応定期的にお手入れされた方がいいよとはお伝えしてます。はい、はい、そうですね、はい、私もそう思います。うわー、めっちゃ痛かったけどめっちゃ気持ちいい今。はい、これはね、回数を重ねて今日1回目で痛かったんですけど、うん、2回3回で続けると痛さが減っていくんですよ。あ、そうなんですか。はい、不思議不思議。でも分かった。動画であんなに叫んで、なんであんなに叫んではんのかと思ったけど、叫ぶわ。はい、叫ぶでしょ。うん、だって今まで届かなかったところ、はい、こうグイグイ入ってきた、はいはいはい、来ましたもん。よかったです。うん、そういうことなんです。あの、いつもあ、もうちょっとそこやねんけどみたいなところが、そこやねんって入ってくるから、それが分かる人は、うん、そこやってんっていうのでずっと通われたりするんですよね。うんうん、ああ、なるほどね。痛かった人はもう無理って言ってこないんですけど。あ、でも分かった。分かった。はい、はい、以上でございます。ありがとうございます。気持ちいいわ、ふくらはぎがもうすでに筋肉